はい、関東武将紀行伊那市、ここは赤山街道の、入り口というか氷川神社のところになるんですよね。普通に神社があるんですけど、ここの通りの一帯がですね、赤山っていう道なんですけども、この神社を突き出たわけじゃなくて、この横にある道ですね。今住宅街になってるんで名前を写しても意味ないんですけど、詳しくここに書いてありますんで、赤山街道っていうのはその陣屋をね、伊那市が構えたんですけど、まあ、後に大名になるわけですけども、伊那市と、あと伊那町ですね、鴻巣、そちらの方にですね、領地をもらって、まあ、合計1万石で大名に列したわけですけども、この、まあ、他にもね主要な道はたくさんあるんですけども、この三代目忠春、伊那忠春というですね、まあ、この伊那家というのは関東軍隊っていうので、まあ、結構有名でですね、まあ、要するに家康がこちらに関東に入ってですね、まあ、その具体的にその、まあ、要するに奉行ですよね、その軍隊として、まあ、何人かいたんですけど、そのうちの一人で、まあ、特に有名な方も何人かいるんですけども、この赤山街道という道があってですね、その赤山に至る道だということがここに書いてありますね。川口市赤山っていうところのちょっと位置関係がちょっと、私そこは行ったことないんで今度行ってみようかなと思いますけど、ちょっとはっきりしないんですけど、万石大名といってもこの、まあ、旧伊那町ですね、それとその、まあ、伊那町ってね、その伊那市の出身の町で伊那っていう名前ついてますけど、鴻巣にもですね、まあ、所領があったので、結局江戸時代の大名はみんなそうかもしれませんけど、本国以外にですね分散で領地をもらってる家も結構多くてですね、だからどこにその自分の領地内にどこにその主にですね陣屋を置こうと、それは構わないっていうなんか法律みたいなのがあったらしくて、この赤山領っていうのはですね、まあ、7000石があったと、まあ、それだけでもですね、まあ、もし旗本としてもですね、もう大名級の大半、大臣旗本っていうやつですよね。で、まあ、特にこの辺は荒川とかその河川の大改修をしたということで、まあ、この方もですねご多分に漏れず治水とか灌漑とか神殿開発と、もう具体的に言うともう村の方たちとですね直接村づくりと、あと川の整備、治水ですよね、そういったことをまとめていったという方になりますよね。だからこの寛永って書いてありますけども、まあ、少し後になりますけども、まあ、今ちょっと埼玉市で全部合併してしまったんですけど、まあ、与野市とかね、まあ、浦和市の、まあ、ここ浦和市ってなってますけど、これ今埼玉市ですよね、その赤山街道っていうのが、まあ、その主の道であったと、そのことが書いてありますよね。だから、まあ、関東入国後、まあ、家康公に仕え、まあ、この周辺をですね、まあ、陣屋を置いて治めたと同時に、まあ、特に治水で有名ですよね。やっぱり町づくり、城づくりというか、陣屋を含めたその領地の神殿開発とかも、まあ、治水をしないと、まあ、神殿も何もあったもんじゃないですよね。すぐに荒れてしまいますから、まあ、そういうことでですね、そういう